こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトのマーケットプレイスに新アドオンが4つ登場しました。こちらをご覧ください。本日マーケットプレイスでこちらの4つのアドオンが新たに追加しました。それではそれぞれのアドオンについて紹介いたします。まずはファーミング農業アドオンです。新作のアイテムはなんと160種類以上、作物や木、食べ物、飲み物、モブの新しいバリエーションを備えた農業アドオンです。トウモロコシやレタスなどの作物に加え、七面鳥やアヒルにバイソンなどの農業に役に立ちそうな動物まで登場します。料理もいろいろあるので、これはマップがさらに楽しくなりますね。ただ値段が1340マインコイン、930円と他のアドオンより少しお高めとなっております。これだけあれば高くなりますよね。でもこれはやってみたいアドオンですね。続いてスパークペッツアドオンです。こちらは無料であったペットアドオンの有料バージョンです。無料が10種類だったのが30種類以上に増えて、さらに恐竜などの特殊なモブも登場します。ペットに衣装を着させて食べ物を与えたり、芸をさせたり、有料バージョンで新たに追加されたペットたちを仲間にしましょう。続いてセキュリティアドオンです。モニターやセキュリティカメラ、キーカードなどを追加でき、自分の拠点のセキュリティ強化を行いましょう。モニターで監視カメラの映像を見ることができ、キーカードでロックしたり、チェストを鍵付きにできたり、センサーに反応すれば自動的に攻撃をするものもあり、レーザー扉で安全に守ることができますね。サバイバルの他にも脱出ゲームにも使えたり、監視カメラはアモンガースにも使えるので、ミニゲームにも使えるアドオンですね。最後にマウンツ、ミス&ドラゴンズです。卵から生き物の赤ちゃんを育てて、忠実な仲間として育て、ドラゴンなどの非日常のモブたちと一緒に空を飛び回れます。ドラゴンとも戦うことになるので、戦闘も楽しくなりそうですね。楽しい空の旅をお試しください。以上、新たに追加されたアドオン4選について紹介いたしました。皆さんはどのアドオンが気になりましたか？ちょっとお高いですが、やはり農業アドオンが気になりますね。追加される新アイテムなどが160種類以上あるのが魅力的ですね。一番安くてセキュリティの660マインコインで470円です。これもミニゲームに使えそうなので欲しいですね。どれも気になるアドオンでした。皆さんもぜひ購入してみてはいかがでしょうか？こちらはスイッチ版、iOS、Android、Win 10版の PC、Xbox、PS4 でもできます。それでは、良い一日を。